5'8". How funny, Ben. Today you don't know. Finish. I can't watch the game. ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ。グレイ、足を引っ張るなよ。この同盟戦とてジュビアの所属を巡る戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。わあ、ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろう。ジュビアもらう、もらうと。何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。え、組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。偉そうにしやがって。お前の方、初めてお目にかかります。カルさん、お会いできた。こちらこそ、ブルーペガサスの。カグラ、私に届く。カグラさん、これを。あなたの魅力を引き出すパルファン。なーに、遠慮などいらん。俊足のパルファン。メイクジャンパード、アイスメイクエルフ、リオン、アイスメイクエルフ。何？ね、何？ザンの方。
くコーンドエクスタイマーアイスメイクイーグルスああああねえリチア殿すまないくそ奇遇だなアイスメイクアイスブリンガー今だぶっ倒せグレー様何アイスメイクグレー様イーグルグレー様マモシア殿すまないまずいわ一気にいかないとメイクコーンドエクスタイマーあ、頑張ってアイスメイクイーグル俺に任せろなんだと紳士の全部タッコーザンの肩私に任せて今だぶっ倒せよしアイスメイクイーグルよっしゃ俺たちのああよしこれでおしまいだニオンバーチャー君が悔やむ必要はないかわいそうだけどあれはさすがに相性悪かったかもでもこっちはこっちで俺の勝ちのようだなグレイはあどう考えても俺のが上だったろ何お前の方がジュビアにふさわしいというのかそうは言ってねえっつうのそれでどちらが勝ちなのでしょうかどちらも勝利のために主力を尽くし功をつつけがたいここは引き分けということでどうだろうかなんだそりゃまあいいだろう優勝した方がジュビアをいただくその約束に変わりはない知らねえよんな約束結局こうなるのねそれでもグレー様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいですねえやるな
対戦相手は、レイブンテール。毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ラクサス、頼むぞ。ああ、はあ、おお。こいつは何の真似だ。一対一の試合じゃなかったか。What is the name of boy? Why look thing?全部叩き潰してやるよ。I don't know. ライリュウの王冠。話にならんよ。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。はあ、そんなことだろうと思ったぞ、クソエジ。何の話だ。ああ、本当に知らねえんだけどな。ま、何でもいい。まとめてかかってこい。マスターの敵は俺の敵だからよ。怪人特化戦、ライリュウの術。
Boom. Lol. それを全部倒しちまった。そっか、ともあれラクサスがウェンディとルーシーの敵を取ってくれたんだね。お知らせします。協議の結果、レイブンテイルはマスターの出場を出場人数違反で失格となりました。レイブンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザは気づいたか。この会場内からマガマガしい魔力が漂っている。私は調べに行ってくる。私も行こう。相手がゼルフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストガン、フェアリーディールの大切な仲間だ。そうだ、
か。うん、天体魔法フレアです。たわいもない何？ん？く。向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう。正体を確かめるぞ。急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストが、マスクが。ジェラール、違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か、救護班を呼ぼう。触るな。ジェラールは仇、俺の武器だよ。ジェラール、貴様は許さん。あまいがい。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、キル王の方。天才魔法フレアです。そんな、エルサ・スカーレット、ジェラールをよ。やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。まだだ。急な一瞬、フォトンスライド。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、守る。
京都紅桜。邪魔をするな。ブルザスカーレット、覚悟せよ。の方、これを使う。京都紅桜。邪魔をするな。ブルザスカーレット、覚悟せよ。の方、なんだと。これを使う。すまない。大丈夫かジュ、ミストが。エルザ、覚悟せよ。大軍ショーの方、仕方ない、この魔法で。これを使う。ふむ大軍ショーの方、これを使う。すまない。踏む回転ショーの方、旧来神カット、天輪の鎧アクレストオード、これを使う。すまない。踏む回転ショーの方、旧来神やったな。なんとはどこだ。こっちだ、こっち、早く。このままではまずい、今は逃げる。おジェラールが。もうよい、落ち着いた。分かっている、もう大丈夫だ。すまん。危なかったな。俺のことを知っていた。それにあの目、ジェラール。俺の過ちが生んだ犠牲者か。バカを言うな。エルザ、お前はならば最後までやり遂げてみせろ。エルザ、世界を厄災か。ジェラール、罪とは。レイヴンテイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してんのに。問題はセーバートゥース。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。そう単純でもないけどね。いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ。イワンから聞いたのか。欲しがってるようだ。まったくあのガキは。
フェアリーテイルの闇とか言ってやがった。闇ではありません。初代ルーメンイストワール、これは初代いけませんぞ。分かっています、これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラルス、変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンの奴はどこでその情報を掴んだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。プレヒト、私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が、泣いてなんかないです。どこだエミリー。初代がラクサス、アヤセ、オレ。ハードル高すぎんぞそれ。通常の競技は今日までね。明日最終戦か。どんな演目賞は大魔党へ。最後といや、ルールなんて関係ねえ。やばい。What is? How very bad on your way there? Lucy 様、雪乃、久しぶりね。元気してた？私は大丈夫です。それよりセイバートゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな。お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としている者。魔力測定？何だろう。単純に力比べだろうな。それなら
夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間とで。ほう、俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを魔力測定器、一定時間内フェアリテールの皆さん、じいちゃん、どうしたの？これが騎士と出るか京都出るか、たった今レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困ると。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しよう。点数はどうなるの？低い方に準ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営でも関係ねえ。ちょっと、どっちもドラゴンスレー。ギヒなら俺が白い。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース燃えてきた。やばい。
ドラゴンスレイヤー対決ついに実現。まもなく試合開始です。ナツ、ゴジラ、ガツンとかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちならきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、ナツさん。試合開始。行くぜ。の鉄拳、英雄の音。やばいぞ、一気に行け。ドラゴンを倒した。倒したんじゃない、殺したのさ、この手で。自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ。行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、シャドウドライブ。聖なる白き裁きを。オールフライナー。影の鬼はその姿を見せず、確実に分かる。調子に乗んなよ、小僧ども。交流拳、白龍の鉄拳、白龍の矛、ガリューの具合。終われるものか。簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君、
ってるよ、レクター。約束だもんな。発動できるのか。ドラゴンフォース。この感じ強えぞ。まだまだこれ。時代は移りゆく。片付けてやる。終わりにする。仲間のために。大丈夫、まだまだいけます。テッペリオホーリーレイン、カリーの絶景、シャドウレイ。
させてやる。俺の恐怖を。血流層鬼神ラリーの結果。バカ、オーリーレイン。カリューのゴール血流層鬼神。クローグしっかりしろ。シャドウレイ、今は耐えるのだ。キャリューのゴール血流層鬼神。まずいわ、一気に行かないと。行くぞ。また戦おうな。強すぎるよ、夏さん。カンパニア、俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者、フェアリーテイル。ソーリュー、敗れたり。すごい。あの、ゲームオーバー。まで吹っ飛ばしやがって。そうか、うん、ドラゴンの墓場。さて次は、はあ、
俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。Bye-bye. Johnny.